高齢者の方の中でもですね、比較的資産を持たれている方であったりとかいらっしゃると、こういった方には負担をお願いすると。高齢化が進む日本で医療・介護費の現役負担は大きな問題となっています。自民党総裁選を争う候補者はどのような解決策を考えているのでしょうか。皆さんが払っている保険料のうち実に4割はこの前期高齢者および後期高齢者の納付金支援金として、流出をしています。保険料の4割が流出してしまっているのはもはや保険料とは言えない。高齢者、65歳以上の方に、かかっているお金が10兆円と、年間10兆円と言われております。決して世代間対立にしてはいけない、みんなで支え合っていかなきゃいけない問題だと思っております。でもう一つは民間市場をもっと広げていくべきだと思います。例えば公的保険というのは重度のこの病気に使う薬とか新薬の開発、こうしたところの方により財源を回していくべきだと私は考えています。保険制度の改善だけではなく、医療人材の待遇改善や人材確保についても検討が必要だとする声も上がりました。